昼は今日も学食？まあね。でもおはようとも言える時間じゃないだろ。じゃあどうしろってんだよ。ああそうだね、明日からはそうするよ。で昼は今日も学食？それ僕が言おうと思ってたセリフなんだけど。お互い貧乏だね。混んでるね。パン買って教室に戻るか。バイトでも始めようかな。うん。肉体労働にしなければいいだけじゃん。例えば頭を使う仕事とかね。そうだな、家庭教師なんていいじゃん。英語とか得意だぜ。 I am pretty dog. Ooh, are you pretty dog too? It's miracle! どう？発音とか完璧だろ？こいつを完璧っていうのさ、もう満体だね。ま、要は学生は貧乏だってことだ。外見てみろよ。校門とこまた来てるんだ。この前のかわいいやつ。授業中にどこを見ている？窓の外に黒板はないぞ。なんだその目は。授業を聞く気がないなら邪魔だ。教室から出て行け。おい岡崎。なんだ、教師に暴力を振るつもりか。そんなことをしたら退学だぞ。Thank you.
ぷいぷい。